はい。こんにちは。ゆうのややさん。株、え、産、ー、今日で3月も終わりますね、えー。3月最後の日曜日ですね。今日はエッフェル塔の完成記念日だそうです。えー、1889年だそうです。高さは320メートルあるそうです。うん。株産生で見てどうで,どうでしたかエッフェル塔って東京タワーと似てますね。うん。あと、エッフェル塔が完成した当時は、 賛否両論があったらしいですよ。なるほど。あと、エッフェル塔は登れるそうです。うん。カブさん、登ってみたいですか登ってみたかったんですけど、かなり人がいて、登れなかったですね。あのと、エッフェル塔と東京タワーって似てますよね。まあ、た東京タワーは、エッフェル塔の真似をした可能性ありますね。形はね。うん。あと、スカイツリーも、と、オーストラリアかどっかの塔に似てますね。 うんはいカブさん上野動物園の猿山がなくなるだしですえー、残念これは暑さ対策だそうです最近の夏は暑すぎるから暑さに弱いニホンザルの食べらしいですよ今度は山じゃなくて森にする森みたいにするそうですえー、これから他の動物園でもそうなっていくのかもし、えー、れないですねえー、残念ですね うん、森みたいにするんだ。はい。ということらしいですね。かぶさん、お疲れ様ですね。今日は、あんまり見たことのないぬいぐるみがいますね。エまちゃんも動いていましたね。動き方もかわいいですね。我は、海の子も久しぶりでしたけど、ちゃんと振り付けを覚えていて、すごいですね。えぼちぼち言ってくださいね。うん。まあ、結構ね、けで練習はしてましたけどね。あの、振り付けは、 あのー、まあ、新しいものもちょっと入れてきましたね。今日はトッピーとグンピーがいましたね。うん。はい、もう一個ですね。カブさん、気がつけば、あと3ヶ月半でパリオリンピックですねえ。7月26日に開幕なそうですよ。もう競技の日程も決まっていますね。うんえ。ベルリーでも盛り上がってきていますか。夏のオリンピックでは、ベルリーは何が強いんですかね。ベルリーといえば、やっぱりサッカーのイメージがありますね。 日本のあの悪夢がよみがありますね。うん。あの、ベルギーはね、やっぱや、えっと、自転車競技かな。はい。自転車競技が盛り上がると思います。ただ、残念ながら、今回のオリンピック、盛り上がるどころか、やめるべきなんじゃないかっていう話は出てますよ。はい。<laughs> うん。まず、ちょっとテロが危ないのと、あの、お金がかかりすぎててやばいっていうことらしいですね。 うんまあ、フランスっていうのはただでさえこうテロが起きやすいんですけど、あのそれか今回、マクロンの発言によって、あのロシアに対して、ね、発言によって、ちょっとこう、フランスのオリンピック、オリンピックの後にね、優兵があったのにって言われてるんですよね。はいまあ、そういうあととか先とかっていうものじゃないと思うんですけど、オリンピック前に、ハト派からタカ派になっ,ちゃっなっちゃいましたからね、マクロンね。 うん。なので、ちょっとそういうのがあって、オリンピック前にごたごたするようなことをやっちゃったんで、ちょっとこれどうかなってなってますね。はい。で、ベルギーではあんまりオリンピックあるんですけど、盛り上がってないですね。うん。昔オリンピックっていうと盛り上がるようなイメージだったんですけど、最近そんなにあれですね。うん。 うモこさん、どうもです。カブくん、陸上フィリア公開練習ありがとうございます。久しぶりの我は海の子。音楽も良き、昔の日本ですね。演技もしっかり海が見えてきましたよ。日本の周りは海ですね。えー、大切な海です。平和を感じる前半と、えー、力強さを感じる中盤から後半。えー、最後は平和の記念像。よかったですよ。カブくん、毎日ありがとう。またね。お仕事行ってきます。行ってらっしゃい。はい。 ね、あのー、本当にこう、ね、この我や海の子って全部聞かないとダメですね、やっぱりね。今の日本は多分これ、中盤だけでね、終わってしまいますけど、最後まで流しませんけどね、最後まで聞くと、ちょっとね、より感じますね。うん。うさんどうもです。株舞おはようございます。基礎練習ですかえまちゃん先生。 ふふむふむ軸が決まってるねと言ってるのかなえー、かぶくんきっちり体勢をキープしてるよね。かなり羨らやましい。えー、かぶくんの動きを見て、動いたつもりになるのが私のはんかな。我は海の子えー、歌とともに大変よくできました。あ、できていま、えーでよで、よくできました。うん。と山ちゃん先生が言ってたし、ん言っ,言って、言ってたうん。私も今日はストッチをして体をほぐします。全身しんぐきぐき。 セバネーということですね。うん。陸上フィギュア結構でも大変ですよ、結構。うん。はい。えっ、ー、と、島村ジョーさん、どうもです。かぶさん、おはようございます。今年は80年ぶりの冠座 T の、ん冠ィ T の、えー、新生爆発が2月から9月で、10等星から2等星まで増行しますということですね。えー、近日中に増行前の写真を撮影し、 造工後はな写真と比較するつもりですとなるほど、ちょっと気になりますね。うん、80年ぶりだそうですね。うん。えー、歌舞伎の早う、北海道も最低気温がマイナスの日が少なくなり、野鳥の水も凍らなくなりました。えー、ぼつぼつと緑の草も増えてきました。えー、昨日しばらく生きてなかったジバトが偵察に来てました。 今年もラブリーダンスをしてくれるのかなえー、野鳥の鳥、ね、野鳥の鳴き声も変わってきています。えー、恋の季節の始まりですね。やや快晴、最高気温は7度の予想。うん。久しぶりの冒頭する休日です。背バネ。うん。はい。なるほど。だんだん春が北海道も来てますね。うん。レモンみかんさん、どうもです。カブ君我は海の子は。フリープログラム5分。 ファイナルプログラム5分は長くて対策ですけど、日本国民が見て自覚してほしい振り付けだと思いました。うん、日本はシーパワー海洋国家です。食においても文化面でも、その他にも様々な試練に恵まれています。最近、売国や外観誘致、自分の利権相場やらトップの地位にいる政界、財界、議員の検知地などがやらかしてきたことが暴らかれて呆れ果てていますが、 私自身は右でも左でもないです。え、ム君素晴らしい振り付けでした。最後の、え、長崎平和記念公園の像のポーズが決まりですね。うーん。まあちょっと、あれを入れないと、ちょっと、平和、ね平和をこう、願っていかなきゃいけませんかね。うーん。T さん、こんにちは。えー、現在10時25分ですおおそんなんで23度。ちょっと動くと、汗ばみます。 あとからでも必ず配信見てますあ、ありがとうございます。見てます、4。うん。すごいですね。午前中で23度ですね。夏かってちょっと思っちゃいますね。まあ、夏、夏はもっと暑いか。すごいですね。午前中で23度。異常ですね。うん。春で、ええ <laughs> 暑っ。かぶくん、こんにちは。3月31日、神奈川県26度。やばいですね。場所によっては27度で、 初夏みたいいいで南風が吹いています。えー、税務省の追徴課税の話題です。犬猫を繁殖させて、売買するペットのブリーダーの個人事業主7615人に合計198億円の追徴課税がされました。えー、消費税申告、消費税無申告、年間売り上げ高のごまかし、申告しなかったり、意図的に納税逃れをするのが横行していたそうですね。 税務調査が入りました。ある福岡県の女性ブリーダーは納税逃れ発覚し、過重に税を加算されて、個人で5300万円の追徴課税だそうですよ。すごいですね。うん、昔、私と知人で、個人事業主の人で奥様の金遣いがすごかった。えー、納税をごまかしていました。ある日、突然、マルサが入マルサで、2000万円の追徴課税を えー、され慌ててました、まああの派手なお金の使い方では、えー、金使いでは2,000万円の納税くらい当然何でもなく支払ったことでしょう。すごいですね。ってことは2,000万のえい追徴課税ってことはそれだけそれだけもっと稼い,稼いでるっていう証拠ですからね。うんすごいですね。はいめっちゃ稼いでますね。でもこれお金がなかった場合はあの差し押さえがあるわけで。 この差し押さえの動画とか見たことありますけど、結構怖いですよね。うん。そして HTB 北海道ニュースから北海道にもたくさんの活火山がありますがえ、その中で直近で噴火した5つの山は今のところレベル1だが注意喚起していました。北海道小ヶ岳2000年噴火、薄山が2000年噴火で、タル,マタルマエ山。 1981年噴火。十勝岳2004年噴火。えー、宮間岳2008年噴火。特にこの5つの活火山は常時観察しているそうです、えー。訓練をして備えておくように言ってました。えー、ついでですが、北海道北広島市には、ボールパーク建設で、エスコンフィールドにファイターズ移転、えー、JR、新駅、JR 新駅かな新駅、 建設えー、北海道医療大学も移転駅前には190の,の新築マンションを建てている,建てているそうです。うん。えー、来年に米,米メジャーリーグ開幕試合をこのエスコンフィールドで開催するみたいな話がありますね。はい、ということらしいですね。うん。まあちょっと風に気をつけながらっていうことかな、つまり。うん。はい、えっ、ー、と、さらかさん、こんにちは。 今日は晴れています。本日3月1、3月31日、オーケストラの日ですと。日本オーケストラ連盟が2007年に制定しました。本日2023年度末、えー、令和5年度末となり、あ、そっか、明日から平成、えっとね、えと2024年度、令和6年度が始まりますと。うん。予想最高気温18度ですということですね。これは、えー、仙台ですよね。うん。そっか、今日、明日からですよね。 うん、そして、えー、と静岡県知事がかたくなに着工許可を出さないことにより、えー、中央新幹線の、えー、増設費が、えー、大幅に増えてしまったことになってしまいました、えー、リニア中央新幹線の料金は現在の東京か名古屋間ののぞみ号指定席で乗車した場合の、えー、価格のプラス1000円程度になると想定されていますが、えー、増設費がここまでかかってしまうと工事費の回収のために 高額な料金になってしまう恐れもあるんで、工事が大幅に遅れることは何もいいことがありません。うん。えー、来年夏に行われる、えー、静岡県知事選では、選挙ではですね、このまま着 着工許可が下りない場合には、おそらくリニア中央新幹線の着工許可の是非に関する内容も争点になると思われます。え国と JR 東海は、粘り強くこの問題に取り組むことで少しずつ理解を得ていくしかありません。なんでこの知事はそんなカタなになってるんでしょうかねそんなにカタなナになる理由があるのかななんかなな、な、なんでしょうかねちょ,ちょっと、理由が知りたい、ね、ちょっと思いますよね。 うんえー、黒柳徹子さんというと、徹、えー、子の部屋と、えー、この世界不思議、発見を連想するぐらいだったんで、えー、番組終了は残念ですね。うん。徹子の部屋に関しては、現在も長く長寿番組です。すでにギネス記録を更新し続けています。すごいですね。こちらもですよね。うん。徹子さん、素晴らしいです。 えー、そして、フランスに関しても、公衆トイレ事情はベルギーと似たような感じですか日本で生活している私たちからすると、トイレが有料であるだけでもおかしな話ですが、うん、有料の公衆トイレさえ数が少ないのは大問題ですね。えー、それと、小耳に挟んだ話ですが、え地下鉄の駅でさえも、駅によってはトイレがない駅もあるんですが、あ、あります、ありますよ。あ、地下鉄、地下鉄、まあ、あるところもあるのかなうん、あ、な,ないところもあるのかな うん、日本で、えー、トイレのない駅はローカル線の、えー、無人駅の一部くらいで都市部の駅なら必ずあります。無料にできない事情があるならば仕方ないですが、すべて流料の公衆トイレをちゃんと用意してほしいですね。うんえー、トイレに行くだけで喫茶店に入らないといけないのは困りますね。これではタッチションをする人もかなりいそうで街が汚れる原因にもつながりますね。 うん、日本では軽犯罪に当たりますが、欧州では罰則などはないでしょうか。ありますよ。あるんだけど、なんか、あのそんなに達成してる人はいませんね。ただ、公園とかでは普通にしてる人多いかな。うん、あの低所得者は、かつトイレが近い人にとってえ、外出するだけでも大変ですね。外出中にトイレに行きたい場合は、その都度え、費用がかかるとなると、場合によっては家計の影響も出てくるんじゃないでしょうか。 うんもし日本でこんなことやったら大騒ぎになると思います。パリ五輪に関したウクライナ侵攻の影響で、フランスをはじめとする NATO 加盟国は、どこも戦線協力していると思うんで、えテロなどの警戒をこれまでの五輪以上にえ限界態勢を取る必要がありますねえ。この前、ロシアではイスラム国が起こしたテロも事件も発生しています。うん、この事件はね、ちょっと、 まだ奥,奥がね、深いらしいですね。このテロ事件は、ウクライナとは無関係で、テロが発生する可能性があるという情報があったにもかかわらず、有効な対策を取らなかったことによって起きたテロ事件とされていて、ロシア政府も危機管理が問われています。ロシアはウクライナとの戦争のことが頭いっぱいのようで、国内のテロ警戒など、本来やるべきことをおろそかになっているも様です。2021年の東京五輪以上に限界、厳重警戒が必要になりそうです。 うんまあ、このテロについても自作自演なんじゃないかって言われてるし、ちょっとわかんないんですよね。こイスラム国がやった場合、まあ、彼らってこうアラーの神に乗っ取ってあのテロを起こすわけなんで、お金をもらってやるっていうことはちょっと考えにくいんですよね。うんまあ、でも、このアラーとか言いながら、まあ、このイスラム国も、このなんだ、ね、ちょっとね、いい加減だなって思いますね。 変な解釈をしますからね。ら今回のこのテロ事件に関しては、ちょっと、まあ、ロシアも関わってんじゃないかなっていう話はちらほら出てますんで、まあ、真相は謎ですよね。ちょっと。うん。はい、そしてもう一度ですね。えー、練習お疲れ様でした。久々の我は海のこの練習でしたね。久々でも、えー、これだけ覚えているとなると、振り付けに関してはもうすっかり自分のものに,ものになっていますね、えー。ファイナルプログラムはまるで時給層や シャトル団ンのような、えー、きつさがあると思,思いますが、うん。それでも毎回滑り切って、すごいなと思います。シャトル団ンね。エマちゃんも観戦をしてくれてましたね。そして今回はご友人の方もいらっしゃったようですね。えか、ー、ぶさんの魂の演技を生で見られるのは本当に羨ましいです。えぇ、ー、ぬぐるみに関しては、タッピーともう一つ、あ、これタッピーじゃないんですよ、実は。これトッピーですよ、トッピー。はい。<laughs> これト,トッピーなんですよ。トッピーとグンピーね。はい。 でございますえこの前買った図鑑は鏡のところに置いてある、あそうなんですよ、鏡のところですね、えー。それと最後のポーズはひょっとして長崎の平和記念公園である平和像をイメージしたあ、そう、その通りなんですよね。それなんですよ。ちょ,ちょっと形は違うし、あれはこう平和の記念像はあのー、座って、 いるように見えてなんか、どっかにこう、なんてうんでしょうかね。ちょっと、ポージング難しいですよね。真似してみたんですけど、なかなか難しいんで、ちょっと、形だけでもちょっとや,るやろうかと思いますね。はい。まあ、そうですよ。タッピーとグンピーですね。あ、いや、ト,トッピーね、トッピー。トタッピーは、実は、まあ、あのー、トッピーが先なんですよ、実はね。うん。まあ、ど,どうでもいい、あれですからね。はい。トッピーとタッピーとグンピーでございます。はい。 はい。ではありがとうございました。